京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。阪神タイガース対オリックスバファローズの GM です。解説さあタイガース一打先制のチャンスです。まあやはり先制点を取れると気持ちも楽になりますからね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには中村が入っています。外ストライクを先行させていきます。追い込みました。ファウルになります。打った、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げていきます。チャンスを広げてくれましたね。まあいい場面でいいバッターですから面白いと思いますね。その期待に応えてほしい柳田がバッターボックスです。ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。打ちました、右中間に強い打球、さあどうだ、スタンドには届きません。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、タイガースが先制しました。バッターボックス小郷。まあタイガースバッテリーとしてはリードしているとはいえ締めていかないといけないですね。まだまだ先は長いですから。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。打ちました、ここは打ち上げています。ファーストが構えます。ビシエドが掴んで3アウトです。ランナー出ましたがバファローズ、打順は1番に帰ります。バッター菊池、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目打ちました、この打球は落ちそうだ、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、3塁セーフ、これでマルチヒット、ノーアウトランナー3塁1塁。初球は大きな変化球、ボールになります。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。あ、なるほど、これが4球目、チャンスの場面振っていきましたが三振、ワンアウトです。バッターボックス柳田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトランナー一塁三塁です。ファウルになります。ここは中間守備ですね、まあ、補給してからどこに送球するのか。3球目打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、サードランナーホームイン、3塁を送ります。ファーストランナーもホームイン、おっと打ったバッター3塁回ってホームを狙う、間に合うか、ホームイン、ランニングホームラン、タイガースが突き放します。8対0、タイガースちょっと一方的になった。打順は2番中村、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。フォアボールのラン、打った、右中間に大きな打球、この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、投打がしっかり噛み合って。京セラドーム大阪です。阪神タイガース対阪神タイガースの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人。2回裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。糸井が打席に入ります。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。
さあ赤星さん、打った、ライトに強い打球、フェンス直撃、二塁へ送球する、バッターランナーは二塁到達、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁。さあそして打席には甲斐が入ります。さあ先制のチャンスです。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました、ヒットになった、三塁へ送球、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁、バッターボックスには6番村上。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。打った、高く上がった、ぐんぐん突き刺さった、先制のスリーランホームランです。タイガース、白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。タイガースが先制しました、3対0、見事な一発が飛び出しました。バッターは3番ヨウ・ダイカン、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。今井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。2球目打ちました、掴んで2アウトです。バッターボックスには4番ビシエド、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが最後は見逃し三振に倒れています。2アウトになっています。次が2球目、胸元へ決めてきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。引っ張った、打球はレフトへ、ここはフライになっています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。バッターボックス西川、相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、初球時ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、これでマルチヒット、2アウト満塁です。バッターは DH 森、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席打ちました、痛烈、切れました、ファウルボール。2球目は何で来るか、外へ持っていきましたが入りません。3球目打ちました、楊大寛が抑えて3アウトチェンジです。バッターボックスは9番森、大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤でこの点差ですがまだまだ攻撃の手を緩めません。緩いボール決まっています、膝元、いいまっすぐですよね。アウトコースのストレート、力があります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルです。高いバウンド、ファーストゴロ、ファーストを取った、一塁そのまま入ってアウト。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を